はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人の高橋礼投手はもうオワコンになってしまうのかというところをね、深掘っていきたいなというふうに思っております。はい、高橋礼投手ですね、非常に、開幕から調子が良かったんですけども、まあ特にこの5月入ってきてからですね、非常にこうまあ、調子が落ちてきて、打ち込まれる機会がね、多くなって、まあ、先日というか昨日ですかね、2軍にまた降格したっていうところがあるんですけども、まず僕の結論としては、高橋礼投手は、まあ、このまま行ってしまうと終わっこんというかね、ちょっとね、厳しいピッチャーになるんだけども、死球というかね、フォアボールというところをもう一回ね、コントロールというところをもう一回、改善できれば、全然ね、勝負できるピッチャーに、また変わるんじゃないかなというふうに僕思っております。じゃあね、高橋礼投手の成績であったりとか、まあ、ここ最近ね、今5月すごく打ち込まれる、試合が多いというふうに言いましたけども、じゃあ何が、一体、原因なのかというところをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい、まず、今年ですね、9試合投げておりまして、防御率が 3.12、はい、2勝2敗、43イニングと、3分の1投げておりまして、19四死球。で、ウィップに関しては 1.27 という風になっています。まあこれだけ見ればですね、そこまで、悪い数字ではないのかもしれませんが、特にですね、5月に入ってからというところがですね、あまり良くなくてですね、特にこう、まあ打ち込まれるっていうところはね、いいピッチャーであったとしても、あることはあるんですけども、少しね、いわゆるフォアボール絡みというところで、非常にまあ、要するにまあ、印象の悪いようなね、登板が、数回続いてしまってるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、特にですね、5月19日の広島戦と、昨日のですね、5月30日のソフトバンク戦というところが、少し内容が悪かったので、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、このまず5月19日、広島戦ですね、1回、1イニングで降板しておりますと。で、3安打打たれておりまして、1ホームラン。で、1四死球。で、4失点で、1回降板になっております。はい。じゃあなんで、こんな4失点もしたのっていうところなんですけども、まあね、先頭の秋山選手にフォアボールを出してしまったっていうのが全てなんですよね。どういう試合展開だったかというと、まあ1回の表にですね、ジャイアンツが、まあ3得点をしたんですよね。まあ非常にいい攻撃が繋がったというところで、3点取ったんですよね。なんですけども、その3点取った後のその1回裏にですね、先頭の秋山選手にフォアボールを出してしまうというところ。で、これって何が悪いのって話なんですけど、やはり、3点取ってね、巨人からしたら、なんていうんだろう、まあ余裕が生まれたというか、まあいい感じで、試合に入れてたんですけども、まあ、広島からするとですね、やはり3点っていうビハインドは、やはり初回でね、大きくて、まあ1点ずつ返していこうかとか、ここからどういうふうに、点を返していこうとか、点を抑えていこうっていうふうに、まあちょっと後手後手になる展開ではあるんです。なんですけども、そこで、先頭の秋山選手に別にヒット打たれるのは別に全然いいと思うんです。うん。なんですけども、そこでフォアボールいきなりね、バーンと出してしまったっていうところで、広島ベンチもですね、おっと、いけるんちゃうかとか、コントロール今日乱れとんなというふうな、ちょっとこう、雰囲気がね、あ、いけるんちゃうかっていう雰囲気になってね、結局、まあ、末金選手にホームラン打たれたりとかしまして、結果ね、4失点するんですよ、この回。3点取った後に4点取られるっていう。まあ、高校野球でもあんまりないんちゃうかっていうぐらいの、得点のシーンがですね、プロ野球で行われるというところで、なかなかね、この、まあ、安倍ジャイアンツもですね、まあ、打たれるぐらいだったら真ん中行けよっていうぐらい、もうずっとキャンプからね、そういう風に言ってた中、3点取った後に、その3点、返そうとしてる、広島打線の初回の、一番バッターにいきなりフォアボール出すっていうのは、もう、論外なんですよね、正直言うとね。で、まあ、1イニングで降板したと。で、昨日の5月30日のソフトバンク戦なんですけども、
これもですね、まあ3回、8安打、まあホームランは打たれてないんですけども、2個フォアボール出しておりまして、5失点してね、まあ変わったというところなんですけども、これもですね、まあ昨日僕、試合の解説をさせていただいてて、まあその言ったとは思うんですけども、やはり、やってはいけないフォアボールの出し方をしてるんですよ。うん。で、昨日言ったと思うんですけども、やはり、出してもいいフォアボールと、出したらダメなフォアボールがあって、例えば出してもいいフォアボールの例を言うとですね、例えば、一塁がね、空いてたりとか、例えばランナー二塁とかで、一塁が空いてますと。で、このランナーを、このバッターを歩かせても、例えば次のバッターがあまり打力が、低いバッターだとしたら、じゃあ、ファーボール出して、ランナー埋めて、一塁空いてるしね、埋めて、次の打力の低いバッターで勝負しましょう。こういうファーボールは、まあ出してもいいファーボールの、まあ典型的な例なんですよね。で、逆に、出してはいけないファーボールっていうのは、先ほど言ったように、点取った後の回の、ファーストイニング、先頭バッターにいきなりフォアボール出しちゃうとか、例えばですね、ピッチャーにフォアボールを出してしまうとかね、セリーグだったらね、ピッチャーが打席に入るので、ピッチャーにフォアボールを出してしまうとか、まあ、ピッチャーじゃなくてもですね、まあ、打力の低いと言われるような、まあ、バッターに対して、フォアボールを出してしまって、調子のいいバッターを迎えてしまうとか、そういうフォアボールは、まあ、ご法度なわけなんですよ。で、まあ、昨日の試合から言うと、まあ、これはご法度な、フォアボールの出し方をしてまして、まあ、ピッチャーのね、東浜投手に、フォアボールを出してるんですよ。まあ、東浜投手、まあ、パリーグでね、まあ、DH 制があるところでやってますから、間違いなくね、打力は低いわけですよ。うん。普通にピッチャーだし、バッティング練習もしてないし、で、パリーグのピッチャーなんで、なおさらね、バッティング練習なんかもしてないんで、まあ、打力はね、まあ、野手に比べたら絶対低いわけなんですよ。なんだけど、そのピッチャーに、まあ、投げにくさとかね、先輩だったとか、ちょっとこう、打つ気がなかったから、ちょっと逆に投げにくかったとか、もしかしたらそういうことはあるかもしれないけど、やはりそんなことを言い訳にしてたら、もう、プロでは絶対できないと思うし、ね、やはり、まあ、真ん中3つとは言わんけど、まあ、やはりね、ある程度こう、まあ、ゾーンにね、投げ込んでいけば、まあ、高い確率で打ち取れるっていうのがあるので、その、打者に対してフォアボールを出してしまって、そこから繋がれて、まあね、4点取られたっていうのがあったんで、やはりもう、かばいきれないというかね、安倍監督も先ほど言ったように、真ん中投げてこいよと。打たれてもいいから真ん中投げてこいというふうにね、ずっと言ってて、このようなね、投球を2回連続してしまったっていうのは、少しね、ちょっと高橋礼投手も考えないといけないというか、高橋礼投手の今後もね、結構関わってくるレベルの投球だったと思いますと。じゃあ、高橋礼投手はどういうふうなピッチングをしていかないといけないかというところを見ていきたいと思うんですけども、まあ今言ったように、まあやっぱりゾーンで、投げてったらいいと思うんです。で、高橋礼投手って、まあ5個球種がありまして、ストレート、スライダー、ツーシーム、シンカー、カーブというね、この5つ、球種があるんですけども、おおよそね、約 60% ストレート投げ込んでるんですよ。うん、結構多いんですよね。で、その 60% おおよそ 60% 投げ込んでるストレートなんですけども、被打率もね、意外とね、2割3分7厘っていうところで、あんまり高くないんですよ。だから結構低いんですよ。っていうことは、やはりある程度ゾーンに投げ込んでいければ、バッターはなかなか打ちにくいから、凡打をしてくれるっていうことなんですよね。で、他の球種とか見てても、まあ、スライダ ー, ー、ツーシーム、シンカー、カーブありますけども、ツーシームという球種はですね、まあ、11% 投げておりまして、打率がね、被打率が2割9分2厘あるんですよね。これはちょっと高いんですよ。僕、ちょっとね、その原因をね、ちょっと考えてみたんですけども、まあ、高橋礼投手ってアンダースローのピッチャーなんで、球がこう浮き上がってくるんですよ。浮き上がってくるんですよ。下から投げてるからね。うん。だから、バッターは、非常にね、いつもは上投げのピッチャーとか、横投げのピッチャーを主に見てるんで、非常にね、異質な軌道なんですよね。だから、普通にストレートを投げてても、まあ、ストレートがストレートじゃないというか、ストレートがある、一種の変化球みたいな形でね、来るわけなんで、60% 投げてるんだけど、被打率が2割3分7厘というところで低く収まってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、逆にツーシームがなぜ打たれてるのかっていうと、
ツーシームって少し球が落ちるボールなんですよね。回転が、ツーシーム、空気抵抗が大きくて少し落ちるボールなんで、浮き上がってくるんだけど、ちょっと落ちるっていうボールなんで、バッターからしたら、落ちてくる分、普通はね、浮き上がってくるから、ボールの下を振ってしまうっていうのがあるんだけど、ツーシームで少し落ちてくる分、バットの軌道に乗りやすいっていうところがあって、2割9分2厘という感じで打ち込まれているのかなっていうふうに思います。なんで、例えばね、ツーシームとか投げるときって、例えばゴロを打たしたいときとかっていうときだと思うんですけども、そういう時はね、ツーシームを、まあ、投げてったらいいと思うんですが、それ以外の場面ではですね、そんなに、ツーシームというものを多投しなくても僕はいいのかなというふうに思ってて、まあ、ストレートであったりとか、スライダーっていうところも、まあ、およそ 20% 投げてるんですけども、打率が、被打率がですね、1割6分7厘というところで、まあまあ打たれてないんですよね。全然打たれてないんですよ。だから、今後ね、もし1軍で登板するんであれば、ストレートというところをね、低めに投げるっていうよりかは、真ん中より高めぐらいに、どんどん投げ込んでいったらいいと思うし、ランナーがいてね、ゲッツーが欲しいよっていう時だったら、まあ、ツーシームもね、投げてったらいいと思うんですけども、その分、被打率が高かったりするんで、まあ、慎重になりながら投げていかないといけない。で、スライダーっていうところは、20%、およそ 20% 投げてるんですけど、1割6分7厘っていうところがあるので、積極的にね、使っていってほしいなというふうに思います。で、カーブも、まあ、1.4% しか投げてないんですけども、被打率が0割、0分0厘っていうところで、もうちょいカーブも使ってもいいのかなっていう、緩急とかね、うまく、もっとね、使えると思うので、このカーブという球種を、もうちょいね、5% とか、ぐらい増やせていければ、もっとね、相手も、高めにストレート、緩急のカーブ、で、低めのシンカーっていうところでね、うまく、バッターも翻弄できて、できると思うので、もう少しカーブという球種を増やして、ツーシームの割合を下げて、ストレートはゾーンの高めのところにどんどん投げていくというところを意識してやっていければですね、被打率は全然高くないんだから、十分ね、抑えていけると思うんですよね。そういったところで、まず高橋嶺投手にまとめますとね、いうところで言えば、やはり、フォアボールの出し方というところですね。はい、出してもいいフォアボールと、出してもいけないフォアボールがあるんで、そこをしっかり、頭の中で整理して、ここは出してはいけないんだとか、ここは逆に、2人のバッターで1個のアウトを取っていければいいんだとかいうね、そういう、頭の整理もちゃんとしながら、しっかりね、ゾーン内に投げ込んでいく。これができたら僕は、全然ね、オワコンじゃないと思うし、全然1軍でまだまだ活躍できると思うので、そこだけをね、本当に2軍でね、鍛錬していくというか、調整していければ、またね、3月であったりとか4月の時のいい投球がもう一回できるんじゃないかなというふうに僕思っております。はい、そんな感じでね、今日は高橋嶺投手について見ていきました。やはり、まあ、被打率であったりとか、投球の割合なんかを見ていくと、その投手の傾向であったりとか、配球なんかも見えてきますので、これはね、今回高橋嶺投手に関してやりましたけども、まあ他のね、戸郷投手であったりとか、山崎伊織投手であったりとか、そういったピッチャーもね、見ていくと、すごく面白いデータが出ていくと思うので、そういったね、企画もやっていこうかなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。